っていうかもう文学部無理っていう話です。スーパー超ハイレベルな戦いになっちゃって、国語がキャッて下がるんですよね。3点、うん、見たことがないかもしれない本当に。ここまで社会平均点は文化構想学部も例えば文学部志望者必ず受けてください。入ってもね、受ける授業ほとんど変わんないですね。そういうことなんです。ただで始まりましたアバチェチャンネルです。ここからですね、平田瀬也。どうも、早稲田学塾代表の平です。よろしくお願いします。はい、さあ、今回は何についてやるんですか？はい、今回はですね、皆さん、多分このチャンネルをご覧の方の中には早稲田志望者いらっしゃると思うんですけれども、届きましたかね、浪人生の皆さん。そうです、成績開示届きましたかね。今年はまあざわざわって分かった今の。なんやねん、開示。分かるけどさ、さっきね、サブチャンでも撮ったけど、僕ね、ほら、こう頭の中フル回転してって言ってないですか、はい、どうでもいいタイミングでギャグ入るじゃないですか、飛ぶのよ話が。で、まあ、そんなね、ざわざわな成績開示が届いたと思うんですけれども、はい、今年ちょっとね、あまりにもなね、ところがあったので、ちょっと今日はそのお話をしていきたいと思います。はい、今日のテーマはですね、っていうかもう文学部無理っていう話です。へえ。今年のちょっとこう文学部がね、あまりにも厳しくて、うん、ちょっと神に愛された人じゃないと合格できなかった説がちょっと出てるんで。難しかったってことですね。まあ難しかったというかね、逆、簡単だった。簡単だったなんですね。うん、簡単だったんだけど、そのせいで平均点が上がりに上がりまくって、はいはいはい、もうスーパー超ハイレベルな戦いになっちゃって。やっぱ文学部って例えば国語とかって1問あたりの配点でかいんですよ。はいはい、うん、2点から4点ぐらいあるんですよね、1問あたり、うんうん、で日本史や世界史も意外と書かせる問題多い、はい、記述問題が、うんうん、でかつ英語の問題も会話問題以外のところはおおむね1問2点、はい、で、まあ、最後の、要約作文のところが、まあ、4、5点あるんじゃないかと言われてるわけなんですけれども、はい、ってなってくるとね、この点数配分だとちょっとしたことでもう点数がガガガガガっていっちゃうから、はい、ちょっと今回は文学部に関しては運も必要だったよねっていうデータが出てきました。おお、そうなんですね。ということでちょっと一緒に今日は皆さんと見ていきたいと思います。さあ、まずこちらの子は日本史選択の A 君のデータなんですけれども、見てください。うん、まあ素点で英語50点、国語49点、日本史35点、素点で134点取ってるんですね。はい、で合格最低点見ると132.2なんで、うん、超えてる。まあ素点では超えてるんですよね。うん、ただ文学部や文化構想学部がある程度標準化で点数がぐって下げられるのは、まあまあ年々毎年あることなので、ある程度、うんうん、まあ予測の範疇ではあるんだけど、うん、標準化後の点数が英語44点、これ小数点第2以下は四捨五入してあります。うん、で国語 38.5、 日本史 31.1 で 113.6、 20.4 点減点されているんです。20点オーバーの減点って、うん、なかなか過去の歴史を振り返ってもそうそう出ないです。10点から15点ぐらいは全然あるんだけど、20点ってまあだって200点満点だから1割ですからね。うんうんうん、でなんでこんなことが起きてしまったかっていうと、気になる気になる、平均点に秘密があるんです。はい、平均点が英語が 43.4、 これもまあまあまあ高い感じ、まあまあ高いですね。うん、はい、で国語 48.1、 これ高すぎ、これ高すぎですね。うん、これ高すぎで、さらに日本史も 29.6、 これも高い、うん、っていうことでもう3科目とも高めだったんですよね。うん、特に国語が高すぎっていうところがあって、こんなことが起きちゃった。国語が高かったって言ってましたわ。そういえば、うん、受けた人たちも簡単だったって書いてる人多かった。やっぱりね、そうなんですよ。ということもあって、まあ、20点オーバーの減点を食らうと、だって実質合格最低点 132.2 ってことは、おおむねプラス20で、まあ、150数点いるわけですからね。うん、なかなかですよこれは。これなんでこういう風に、うん、なんかこれ日本史と世界史だったら調整するとかよくわかるんですけど、はいはいはい、別に英語しかないのに国語しかないのに調整するんですね。これは、まあ、別の動画でもどっかで話したかもわからないですけど、こう早稲田には2タイプの成績標準化があるんですよ。はい、いわゆる今森田先生がおっしゃったように選択科目間での平均点の優劣が出ないように、うん、例えば日本史受けた人が平均点40ぐらいもあって、うん、世界史が20点ぐらいしかなかったらね、それは日本史受けた人が有利になっちゃうじゃないですか、うん、そんな簡単だったんだから、うん、でもそういうことが起こらないように計算方法は明らかにはされてないんですけれども、まあ、コンピューターの計算で調整して下げたり上げたりするってことがあるんですよね。うん、でもう一個は3科目全体で
調整を図るっていうスタイルがあってですね、これは、まあ、3科目全体の平均点がこれぐらいになったらいいなというふうにこう、はい、早稲田大学のその学部が考える僕が標準点と呼ぶポイントがあるんですよね、うん、その標準点を設けて問題を作成するんですけれども、そうは言っても実際にじゃあ受験生の取る平均点が想像通り標準点ぐらいの平均点取ってくれるかっていうと、そうはいかないわけですよ。受験生のが思いのか優秀だったりすると平均点がガーッと上がっちゃうんですよね。でそうすると、まあ、早稲田文文工がこう合格最低点として設けたいポイントっていうのが、まあ、今回だと 132.2 とかだったりするわけなんですけど、ものすごい数の人がそれ以上取れちゃいますよね。でそういうことが起こらないようにこう点数をこう、まあ、実際の平均点と標準点との落差の部分で埋めていくっていうことなんですよね。っていうことがあるので、まあ、ちょっと3科目でのこう標準化っていうのが行われてるということですね。ということは簡単だったから、引かれる。ガッて引かれるんです。実際に受験生が取った平均点がすごく高かった。文文工学部が取らせたかった平均点がこれぐらいだった。この落差が大きければ、その分大きく引かれるっていうことなんですね。それはまあ2人目を見てもやっぱり分かる。そういうことです。2人目、こちらもっとひどいです。世界史の平均点がすごく高くてですね、まず素点からいきましょうかね。英語44点、国語47点、世界史43点。この子が調整後に、もうこの子もだから素点では超えてるんですね。で、さっきの日本史の子もそうなんですけど、素点この2人同じ点数なんですよ。まあ、だから持ってきたんですけど、面白くて。素点の合計は一緒。本当だ。うん、取った点数は、もともとの得点は同じなんです。そうそう。どっちも134点なんですよ。で、調整後どうなるかっていうと、B 君の方は 37.5 になります。で国語が 35.5、 そうですね、国語が 35.5 になりますね。だから結構ね、まあ、国語がガッて差があるんですよね。下がってますね。3点、さっき2点違ってたら、まあ、平均点がやっぱ高いからだと思うんですよね、おそらくは、うんうん、2点の素点のやつだったのが、まあ、3点、そういうことですね。そこね、1点本当に分ける戦いというか 0. 点何点を分ける戦いですからね、うん、マジそうです、その通りです。で世界史が43点が 32.6 点、ここもガッていきますね。すごい、やっぱ世界史の方が平均が高かったわけですね。平均が 36.7、 なのこんなのね、僕見たことがないかもしれない。本当にここまで高い平均点は7割以上みんな取っちゃってるわけだもんね。うう、早稲田の世界史で7割以上取っちゃってるのか、うん、ダメでしょそれ問題として。でもね、まあ、問題としてというか、これね、僕受験生がよく戦ってる気がするんですよね。で、鈴湯は何て言ってたんですか。鈴湯は、まあ、あの8割取れるって言ってた。ああ、取れる問題だった。8割は取れるって言ってた、うん、そういう問題だった、はい、っていうようなことがあって、この子に関しては B 君減点が 28.4。 すごいですね。すごいでしょ、28.4、 うん、何パーセントだよっていうね、3割ぐらい、もう30点ぐらいの減点が行われるってことは、事実上もう160オーバーで点数取ってないと B 君は合格できなかったってことになるんですよね。確かにそうですね、うん、っていうことになってくると、これちょっとね、早稲田の文学部文化構想学部あたりのあの入試で8割オーバーってね、ちょっと神が降りてこないとかなり厳しいですよね。なるほど。例えば森田先生、英語で考えてみてください、うん、例えば大問1番空所補充14問あるわけですよ。4個間違えたら、うん、もう8割切りますからね。うわ、いやー、そこはね難しいっす。あそこで取れるっていうのは、うん、そうなんですよ、むずいの入ってきますからね。入ってきますからね。かなり運ゲー、年によって難易度かなり違うんで、うん、あそこということなんですよ。ということで、まあちょっと今年の文学部は相当難しかったよねということで、もうていうか無理っていうのはこれが根拠なんですよね。ただ、まあ、今回のちょっともう一個大事なお題になるんですけれども、あの文学志望者の方、あの毎年こういうことが起きるわけじゃないですから、それは分かっておいてほしいということと同時に、文化構想学部もやっぱりね、文学部志望者必ず受けてください、はい、というのはなぜかというと、あの実はまあこれうちの去年の生徒のデータなんですけど、うん、文学部に受かった女の子の文化構想学部のデータなんですけれども、はい、こちらご覧ください。この子は素点でこう45、国語英語45、国語42、日本史27、まあ、素点合計が114点、うん、で、まあ、これはもう全然届かなくてもうしょうがなかったね。やっぱ早稲田の文工って早稲田入試の日程の中で一番最初に来るんですよ。でこの子すごいできる子だったんだけど、初戦ってね、まあ、サッカーのワールドカップとかでもそうだけど、まあまあ攻めあぐねちゃう部分でもあるんですよね。だから、まあ、やらかしちゃうこともあったりもするんで、でまあこの子に関しては、まあ、全然素点は足りなかったんだけど、ただ調整後の得点見てください、うん、ね、英語上がってるんですよ、はい、45点だったら53まで上がってる、うん、そういうことで、国語日本史で下げてかかる。まあ結構小学部とかもこの、ね、傾向はあるんですけど、ただ調整後の得点が 113.5 なんですよね、うんうんうん、まあ、0.5 点しか減ってないっていう、うん、
でこれなんでこうだったかっていうと、平均点の合計が100点ちょいぐらいなんですけど、早稲田文工が狙ってる平均点っていうのは適正だったなというところで、あんまり下げる必要がなかったねっていうことでこうなってて、だから、まあ、もし皆さんがこう文学部力発揮できました、文工学部でもちゃんと力発揮できたのにっていうところであれば、文学部落ちたけど文化構想学部受かりましたっていう可能性も十分にあるんですよね。これ得点開示できるのって落ちた人だけだから、そう落ちた人だけだからそういうこと受かった人が出しても全部米印で書いてますから。なるほど、そうそうっていうことがあるんで、やっぱね、年数経てると文学部か文化構想学部のどっちか片方で結構えげつない標準化の現象って起こるから、だけどどっちもで起こることってまあ見た記憶がないから、ぜひこう文学部受ける人は文化構想学部も、文化構想学部受ける人は文学部も受けておいてください。英語と社会のスタイル全く一緒、国語が違うだけなので、うん、まあ国語はちゃんとね、だからね、練習していきましょうね。いいかな。だってね、入ってもね、受ける授業ほとんど変わんないですもんね、だってね。そういうことなんです。あのこういうふうに言うとちょっとまあね、少し偉そうな顔をした大人の人とかが、大学に何を学びに行くのかが大事だっていう話をねされるわけですよ。で最近の子供たちも結構真面目だから、割とこれが学びたくて私は文化構想学部行くんですっていう人も多いんですよね、はいはい、うん、なんだけど皆さんマイルストーンエクスプレスとかね、よかったら買ってみてほしいんですけど、あの早稲田生が出してる授業情報雑誌があるんですけど、あの辺見てくれると分かるんですが、文学部と文化構想学部っていうのは同じ文学学術院っていう運営母体のもとに、あの運営されている2つの学部なんですよ。まあ、一つの運営母体が二つの学部を持つって、多分文学部だけなんですよ。うん。っていうこともあって、この二つの学部は、まあそういうことで入試問題が似てるっていうのもあるんですけど、この二つの学部は、ゼミ以外の、いわゆる語学だとか、まあ一般教養だとか、基礎科目だとか、そういう科目が全部共通です。はあ、じゃあほぼ同じなんですね。うん、そう。要するに、学びたいことうんぬんって言ってるけど、8割方は被ってるんですよ。うん、だからこれね、どっちみちっていうところではあるんですよね、話としてはね。じゃあやっぱ2つ受けといた方がいいと。いいということです。昔みたいに第二文学部みたいなもんじゃない、うん、ことはない、全然違います。あのただ一つ何か学生の気質ちょっと違うんですよ、実は、うん、文学と文学部と文学部。そう、昔第一文学部第二文学部、あ、第二、そうそうそう、2006年までそうでした。早稲田の文学部と文化構想学部の学生の気質が若干違うっていう話はよくあって、文学部ってね、やっぱこう結構掘り下げたいやつらが多いみたいで、だからちょっとネクラなやつらが多いみたいなんですよ。文化構想学部は割と昔のものを見た上でこう新しいものを想像していくっていう概念があるから、結構ね、なんか明るいやつらが多いみたいですね。おお、そうかな、わかんない合格した人たち見てるのかな、うんうん、でもまあ、はい、多分学校に行ってから変わってるかもしれないですよ。変わってるかもしれないですね、うん、めちゃめちゃネクラな人が人がね多かったと思うんですけど、はい、そうですね。いや、これ良かったと思いますんで、ぜひ文学部、はい、文化構想考えてる人両方受ける、はい、どっちも受けてください。受けてください。はい、ありがとうございました。 Thank you for watching。